1> 第1回の労使協議会では本音で話し合いをさせていただいたからこそ見えてきた数値や管理目標に縛られすぎているといったことやコミュニケーションが目詰まりを起こしていることから個々のやりがい成長に十分に向き合えていないといったトヨタの根幹を揺るがしかねない課題について話し合いをさせていただきました。本日は先週お伝えさささせせてていいいいただいたたただだ課題ををらに深掘りをさせていただいた上で 労使でどのようにアクションを取っていくのかといったことについて話し合いをさせていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。前回あの第一回の話し合いでですね、あの組合の皆さんから多くの、えー、職場実態についてあの言及コメントをいただきました。ありがとうございました。具体的なあの皆さんにいただいた声に対しては対応させていただきつつ、今日はですね、あの一律の目標開発日程に縛られた働き方であるとか。 あと、双方向のコミュニケーションが不足しているという課題に対してあの安全をベースにした優先順位、人づくり、まあ、こういうところを少し深掘りしながらですね、職場でどんなことが起こっているかどういう対応ができるかというところを皆さんとともに議論を深めていってまいりたいと思います。本日はさらに突っ込んだ議論をさせていただいてあの労使で一緒に取り組んでいけるような具体的なアクション これを見出して,きていただたいと思いは同じでございますので本日もよろしくお願いいたします私からはトヨタの強みである能力生産性の水晶を意識する中での組長チームリーダーの思いと職場運営の苦悩についてお伝えいたします近年メンバーの多様化が加速し若手からベテランまで年齢構成も幅広くなっています面倒見が行き届かず機関従業員や派遣社員も 早期に退社されていますその一方で能率生産性の目標は変わらず毎年積み重なり続けます数値目標を追い求め効率化するがあまり TPS の考え方であります誰かの仕事を楽にするのはずがいつの間にか誰かに無理な仕事をさせていました無駄無駄の改善はしてきましたが 無理に対する考慮はされにくくその積み重ねにより誰でも活躍できる状態からは程遠い難易度で作業負荷が高く工程習得に時間がかかっています改めて5年後10年後の未来に向けて一律の能率生産性の数値の目標のあり方と今後の持続的に人材育成と改善が進むための職場体制の整備について 議論させていただければとちいちの生産性能率を追い求める目指していく結果について問題を県内化する改善の道具はねこれもやっぱり逆にはそのみんなが、ま、あのそ,のそれが無理な運営につながっているっていうことっていうのは私自身もやっぱり現場の生声を聞いて認識しております。 職場をやっぱり健全化す運営するってことはこれ第一でこれ能立生産性じゃないよねってことを常に言ってますけどもなかなかさっき、ね、あの言われたようにそれがまあ長年のこうしがらみでここをあの突破できないっていこともあるんで、えー、この能率について、えー、生産性省のこの KPI 能率生産性については1年間凍結したいというふうに思ってます。みんながやっぱり まずはしっかりとした基盤ができる体制づくりをできる状態にまずしていきたいというふうに思ってます。まあ皆さんの時間的それから心理的安定性ここをしっかり担保して現場の余力喪失にしっかりつなげていきたいというふうに思ってます何ができて何ができてないのかこういったものですね。今一度やっぱりみんなでクリアにして当たり前のことが当たり前にやれる あの職場自主的にやっぱり改善が進み人が育つこれ全員活躍ができるねこういう体制づに向けてですね、えー、議論してできる施策を、えー、一つずつ実行していきたいという,ふうに思ってますので今後ともよろしくお願いしますまあ能力みたいなところは一旦止めて新しいあの指標を作るのを一緒にやりたいと思ってますがまあ、一方で現場で起きた異常を判定していく指標っていうのは 一緒になっってててよく見ていく見いい必要があると思っています競争力って我々の根源だと思っていますので競争力は上げていきながらもでも現場で起きているそのサステイナブルじゃないところ我慢しながら上げているところは競争ではないと思うあの競争力アップではないと思うんですよねそういったところを一緒になって会話できるようなやり方これをあのぜひちょっと一緒に作っていきたいなと思っています。数数字字は異常をを知らせるもののなんだであるその数字を フォローするというか数字を見ていく意味をやっぱり皆さんも我々も同じ理解でコミュニケーションしていくっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思うのであの今日のメッセージの裏にある数字は正しくつかむ事実を伝えるための数字なんだっていうのをちょっとまず統一としてあの皆さんと一緒に持ちたいなっていうふうに思います。今あの一旦1年間数字を追いいい求めないちょっととと休止ししようということでしたけれども 一方で並行してあの、校長さん、組長さん、班長さんがあの今、現場に向き合えない実態があると思いますし、ちょっとこの辺のあの、まず早期に手を打たないといけないことあーもあると思いますこの辺の実態、もし組合の方で押さえていれば、ぜひ共有いただければと思います組長、チームリーダーがです、ね、プレーヤー化しまして、えー、一人一人の面倒見といったところがースになってきていると思います。 また面倒見もそうですけれどもあの人材育成にもですね個に向き合って人材育成を進めるといったところも現在、えー、職場としては特に組長チームリーダーとしてはあの苦しくまた歯がゆく思ってて運営をしております。さっき僕はノリツを、えー、これあの止めます」えー「一回凍結します」って言ったのはぜひですね、えー、皆さんが生み出した改善があるじゃないですか。 でがそれは自分たちで使ってくださいその余力のためにこれからそのためにまず体制整備をするために今あのそういう余力を生み出すために、まあ、そういったことを今言ってるんでねだからみんなも改善を続けてください自分たちで余力を作るために頑張ってくださいっていうことなんですよこれ我々もちゃんとそういったことであの皆さんのためにいろんなあのことでしっかり会社側もやっていく。 みんなも一人一人人がが全員がやっっぱ行動を起こしてしってほいですこれ。みんなで作るもん,なんねっこれ全員活躍っていうのはこれ全員で作るもの会社が作るものでもない組合だけで作るものでもない我々全員が作るもんぜひこれ我々もそうだけども一人一人がやっぱ行動を起こすようにあのこれ、ねえー、しかしここの1年でしっかり見極めしていきたいしそういった形にしていきたいと思うんでぜひよろしくお願いします。次はですね 同じ生産本部で働いてます製造技術職場の課題についてお伝えしたいと思っておりますで少し毛色は変わるんですがあのプロジェクト業務にあたる上での人材育成の課題についてお伝えしたいと思います近年のプロジェクトが増加する中で上がってきた声がありますそれは若手技術員の孤立です複数の工場で同時に進む多くの生産準備の業務を受け入れ出向者やキャリア入社 業務委託や派遣の方々と一緒に実施しています。職場先輩と後輩が違うプロジェクトを担当するなど、OJT での育成機会も減ってしまっています。先輩からは、トヨタでの業務未経験者が増えて、一人一人のサポートに避ける時間が少ない。若手からは、ひたすら目の前の仕事を一人でこなすだけで、そのやり方が正しいのかもよくわからない。 何か、何が身についているか実感がなく将来が不安。現場で不具合が発生した際も身近に相談できる人がおらず、結果として自分は何も役に立てていない。現場に負担をかけてしまっていることが申し訳ないし、自分が情けなく無力感を感じるといったような声もあります。この実態の要因としましては、二つあるというふうに考えています。一つ目は、経験者も未経験者も一律に 一リンクとして業務不要をしなくてはいけないほどにプロジェクト業務が高負荷になっていること二つ目は各職場が経験値や能力に合わせた実力値を実態に合わせて更新できていないこと,と考えていますまずは皆様とこれらについて認識合わせをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずは、えー、負荷の見積もりももり、えー、ですねこれも 一律ではなくそういうプロジェクトの差違いであったりあとはメンバーの経験値の差その分の余力を見ておこうそこでチャレンジできるようにしておこうみたいなことであったり先を見たような深積みですねそれができるようなふうに変えていきたいと思います。それれとともうう一点のの人材育成がが進ままないといい話でございますがこれは我々の 絶対に外してはならなならいいいいいここここととととだというふうにに思思まますすのでここに時間をを避けるようなことを考えていきたいと思います新入社員の方への教育しっかりと時間を取って教育をできるようなそういうふうな体制づくりというのを考えていきたいというふうに思いますしそうなった時に先生がいないといけないものですからその先生はベテラン技術員の方であったり退職された方でも昔あの一生懸命に教えてくださったような方がいますのでそういった方を もう一度お願いするとか、えー、そういったことをしながらでも人材育成にかける時間ここをしっかりと作っていきたいと思います若手の面倒見今中村さんからあったようにあの退職された方とか、えー、今65以上の採用っの全社でいうとほとんどいなくてですねあのここをもう一旦あの各職場のニーズを頂い,いて、えー、積極的にやっていくということはあのまずあの、うん 人事としてアクションしていきたいと思います私からは前例ない日程による開発現場の実態というところをお伝えさせていただきたいというふうに思ってます開発日程が短いプロジェクトが増えてくるにつれてやはり職場からは過去のプロジェクトで優秀な人を集めマンパワーで乗り切った実績というのが基準となってしまっているのではないかであったり前提条件が異なる基準というのが他のプロジェクトで展開され日程を短縮すると いうこと自体が目的となってしまっていないかといった声が出てきていますまた現場では無理な日程と思って部長まで声を上げることができたとしてもなぜ無理なのかという問いに対して100%無理を証明するということはやはり難しくてすぐに止まらないとそういった声も職場からは上がってきております組合員もやらねばならないという思いに駆られできないと いう前に必死でできることを探して、何とか前に進めようというふうにします。マイルストーンにおいても、安全品質のリスクだけだと、やはり条件付きで移行され。どうすれば上位の方に止めてもらえるのかなと、いうところが、まあ組合員の率直な思いでございます。あの今、本当に本音の職場の実態を、あの共有いただいてありがとうございます。あのいわゆる悪魔の証明というか、できないことの証明ほどを消耗して。 虚しくななることはいでもそれが今の実態なんだっていうのは本当に根が深いなというふうに受け止めましたあの昨年の労使協議から1年間ずっと皆さんと懇談しながらあの会話してくる中で僕毎回言ってきたことがあってですねあのどうしても目標を立てるとそれが目的に変わるので。 目標ではなくて基準を示してそのペースを決めて基準をチェックしながら柔軟にあのアジャストしていくんだよっていうことを話してきました。マイルストーン管理のあり方を変えていかないといけないと思ってまして今までの仕組みは失敗がないことを前提に失敗してないよねっていうマイルストーン管理なんだけどそれではもう通用しない時代になってる。マイルストーン会議っていうのは 健康診断だと思ってるんですよで皆さんどのように健康診断に向き合っておられるかは分かりませんが健康診断の前の日だけお酒飲むのやめても数値変わらないし健康診断で瞬間的にいい数字を出すことにはあまり意味がなくて健康に生活をし続けるためのチェックなんだと。そそうするとその後が大事で 健康診断で得られた指標をどうやってその後の行動につなげて健康な状態を作っていくかこれが大事だ,だけどともするとマイルストーン会議は目先にとらわれた健康診断になってるんじゃないかと本当の意味での健康診断にできるようにすべてのマイルストーン会議あるいはそういう仕事の節目の管理のあり方をぜひとも見直していきたいと でリーダーの仕事っていうのは、まあ、目標というか基準を決めていくこと、それからそこに向かってどうやってアプローチしていくのかというところまでがセットなんですよね。で、それが言えないときは、できない証明を部下にさせてはいけないんだと思います。一緒に考えてどう向かっていくかということをやる。マイルスト会議のマイルストン管理のあり方を変えるということと。 そこに向かってリーダーシップを変えていくということをぜひあのこれはどちらかというと会社側というかリーダーたちに僕は言いたいなと思っていることなのでちょっと共有させていたただきました我々の課題認識正面で受け止めていただいてあの今前提も含めてですねこれからマイルストーン管理の在り方 えっと、それからそれをリーダーの皆さん引っ張ってい,っていただいているということであの示していただいて本当にありがとうございます。であのちょっとそういったことをやっぱり実現するためにも、えっと、2点目の課題でありました双方向コミュニケーションあのこれが要でありますしあの我々として一番重要な課題だというふうに思っておりますので次のテーマに移らせていただけるとはいありがたいです。我々から一番近いあのマネジメント GM のの皆さんの働き方 またあのそれに関してあの人材育成の方が停滞しているということの課題認識の方をお伝えさせていただきたいというふうに思います前回障害広報部の事例で少し異をして議論させていただいたんですけどもほかの,の職場でも同様の事例起きてございますので改めて議論させてください。GM がほぼプレイヤーになってしまっている職場ではですね GM が実務に追われてなかなかメンバーとの対話やコミュニケーション時間取れてなかったりですとかあと時にはやっぱお昼休みにですね 会議が入るぐらいスケジュールがびっしりと埋まってしまっていてこちらからお声がけするのもはばかれるぐらいあの相談時間を作ってもらうのがもう申し訳なるぐらいあのお忙しいと実情になっております定期的に GM さんとのワンオンワンの時間をいただいていますしあとは定期的な業務報告の場であの仕事上のコミュニケーションはさせてもらってるんですけどもただ その他の,あのたわいもないコミュニケーションとか雑談っていうのがほぼほぼないという状態の中で、そういった中であのワンオンワンの場でさあ本音の話をしようと言われても、それちょってなかなか難しくて、あの表面的な会話に終始してしまって、本当に言いたいことを言えないという憂いの声も聞いております。 あのこのような本音が言えないような信頼関係になってしまうとですねやっぱり仕事をする上での基本的な仕事の目的の共有とかあの必要な情報の共有といったところもやはり滞ってしまっていますしあとメンバーのやりがいやチャレンジにもつながりにくくなってしまってますまたあのこれ一番大事だと思ってるんですけどやっぱり職場で働く上で GM さんも含めてメンバー全員が生き生きと楽しく仕事をするというところにもやっぱりつながりにくくなってきております。 我々ちょっとマネジメントの皆さんへの改めてのちょっと期待とあの施策こういう施策が必要なんじゃないかということをちょっと我々の方からお伝えさせていただきたいというふうに思いますあらゆる層でこの目の前の業務に追われることでどうしても相互のコミュニケーションよりも実務の時間を優先させてしまっているでその結果一番大事なこの信頼関係というものを築くことができない。 なので、言いたいのに言えない。聞きたいけれども、聞くことができない。まあ、そういった遠慮ですとか、それがまた一部不信にまでつながってしまっているというのが実態なのかなというふうに思っております。でそこで今回は、脱プレイヤー化、また、えー、本来マネジメントが行うべき安全品質の確保、そしてメンバーとの向き合い、これをしっかりと促進するために、 5つご提案をさせていただきたいというふうに思います。まず1点目になりますけれども、マネジメントの役割についてです。今まであったように、この仕事の管理、まあ、そういったことだけではなくて、しっかりとこの人の管理、そういったことも加えた形でのプロを目指していこうということでございます。2点目になりますけれども、マネジメントの配置の考え方です。役割を全うできるような 管理のスパンですとか今 GM1、まあ、人ということが多いかと思いますが副 GM だとかチームリーダーだとか、まあ、そういった形での役割を分けることも含めて、まあ、配置を考えていきたいということそして3点目が育成、マネジメントの育成という観点です。マネジメントスキル、まあ、プロになるということなのでここに対するスキルというものもしっかりと見える化をして、まあ、それの育成の強化ということまでやりきりたいということ。 でさらにですね、実行にしっかりと移していくという意味で、まあ、評価も大切かというふうに思ってます。そして最後、5つ目が、えー、権限の異常ということです。えー、本部長から部長の皆さん、また部長から室長、GM の皆さんで、GM から課長だとかチームリーダーの皆さん等に、適切に権限が異常されることと合わせて、しっかりと各層での役割と責任、これが見える化されているということが大切かなというふうに思ってございます。 で、我々組合として、ただこうマネジメントの皆さんにこう向き合ってくださいと言っているばかりではダメだと思ってますので、私たち自身がしっかりと、えっ、ー、と考えて意見を提案し続けて、まあそういったところで、えー、我々からも信頼関係を築いていただけるように努力をし続けますので、ぜひ、あの組合員だけではなく、職場全体が今のやりきりだとかやらされ感から、生き生きと主体的に働き続けていけるような、まあそういったところをやらせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 マネジメントの皆さんに代わっていただければそれでいいかとそうは思ってなくてですね受け身の姿勢っていうのがトヨタの,、まあ、の大なり小なりいろんな職場にですね根深くある、まあ、そういう実態じゃないかなっていうふうにあの思ってます。マネジメントメンバーもお互いこう受け身な姿勢で仕事をやらされてるっていう状況じゃなくてですね自分の頭で考えて、まあ、しっかり腹に落としてあの前向きに誰かのために頑張れる。 そういういいいい職場をですす、ね。ね、作っていきたいと思います一旦この足元固めの議論というのはあのここであの議論を終えたいと思いますけれども是非これあの今日で終わるわけでもなくで今後半にもありましたあのコミュニケーションのところ多分部長の皆さんグループ長の皆さん室長の皆さん現場に向き合ってくくこの今足元固め 踊り場の時使って優先順位を現場にっていうふうに言っていただいてるんですけど多分これまた時間が過ぎれば元に戻るっていう状況になってはいかんのであの言っていただいた役割とかあとあの部長で言うと1,000人以上のところを見てる部長さんとかあとあのグループ長も30人ほど見てるところとか、まあ、こういうところつぶつぶであの議論させていただきながらあの副部長を置くとか グループ長を置くというご提案も含めて、あの問題意識同じですので、あのしっかり取り組んでいきたいと思います。はい。で、えー、ここからすいません。最後、に今年の収益あの非常に高い状況ですけれども、我々を支えているメンバーとのあのこの関係も含めてですね、ちょっと話話題をシフトさせていただきたいと思います。14年かけて自分たちは地道にそれこそマラソンを続けてきたから今の収益が出てる。 でもそれを支えていただいたのはえ我々の部品を収めていただいている仕入れ先の皆さんも一緒になって改善を積み重ねてくれた結果今日がある今日皆さんが職場の実態として訴えてくれた応受援率の高さ定着率の問題これ全て仕入れ先さんに共通している問題だというふうに我々はあの受け止めています。でさらに 販売店の皆さんがお客様をケアしていただいてるからでお客様が今思っていることを、まあ、こういったことも含めて起こさないためにも持続的成長に向けてもう一度足場固めをしようと、まあ、これを今言っています。で我々がしなきゃいけないことは今回の収益この皆さんに支えられて物流現場の皆さんも土日働いていただいて車を運んでいただいているおかげでこの数字がある。今からら我々がやななきゃいけないけこことは、そこの皆さんに、 我々と同様に自動車産業としての魅力を高めていただくための我々がお客様からいただいた現象をもとにどうやって一緒になって魅力ある産業を作っていただくかこれを僕たちは労使でしっかりやっていかなきゃいけないというふうにあの思ってます。ティアワンだけでいいわけではなくてティアの二三深いところまであってこその我々の自動車産業だと思ってますのでそこに対する働きかけを皆さんと一緒に。 進めていきたいと思ってますので、まあ、産業の魅力全体550万のために引き続き皆さんと一緒にやっていきたいと思います。今回この4.9円の見通しということに対して、トヨタ会長からはですね。あの、やっぱり今回このこれを基準とするんじゃなくて今回のこの利益をいかに将来に向けて 将来の投資に使っていくか、えー、ということが大事だとということで我々が持続的な働き方とかチャレンジする上での,あの環境整備も含めて先ほど申し上げたような、えー、皆さんからの,あの職場の困りごと等も含めてですね非常に、えー、参考にさせていただきたいというふうに思いますので、まあ、豊田会長からもそういうふうなあのしっかりこれはあの将来の投資に使っていきたいんだという思いもございましたので、えー、ちょっと共有をさせていただきたいと思います。 前回私は人も職場も一律に扱うことはやめようとこう言って言いましたそしてものづくりは安全健康ベースに品質量コストこの順番を絶対に守らなければならないと伝えましたこの2つを実現する仕事のやり方は現場を信じることです 生産開発販売といったそれぞれの現場がやるべきことやりたいことを自ら考え話し合って決める力をもっと信じようと思いますこの14年間もっといい車を作ろう町一番の会社になろうといった軸の下、良い仕事が何なのかを考えられる力を 私は皆さんは皆つけててきたと思っておりますこの3年間コロナ禍の生産が止まった時自ら考え全員が動,いて動き続けてくれましたこの様子を見て私自身も変化を感じましたそれは商品や収益にも 現れてきてきおります会社の中でいうのはずっと過去からの染みついてきた数値や仕組みルールや部署間のしきたりマネジメントの在り方のようなものがたくさん残っているのは事実です。現場のメンバーや各層のマネジメントを信じてこれまで当たり前を疑って思い切って 変えていいく時だと思います現場で自ら考え動いた経験は結果として上手くいかなかったことまた悔しい気持ちも含めて未来につながる一人一人が働きがいがある成長を感じられるこういった原動力にはなると思います。引き続き続ここのの労使協議会はもちろんのこと 各職場で同士が話し合っていきましょう。あの川井さんから今あのそれぞれの現場がやるべきこと、やりたいこと、自ら考えて話し合って現場が決める力をもっと信じていこうというお話をいただきました。現場が決める力をもっと信じていくためには、それぞれの職場での人たちがですね、あの前後工程で何が起こっているのかということをもっと正しく知る必要があるということに加えて、あの一人一人が やはり受け身ではなくて主体的に自らが動いていく仕事の意図をしっかりと汲み取って把握するために自ら動いて行動していくということが本当に重要になってくることだと思いますあの我々労働組合としても横のつながりをもっとしっかりと強化していけるように取り組みを進めてまいりたいというふうふに思います本日はあの一律の管理目標や開発に行ってこうしたことに縛られた 働き方からの脱却と双方向のコミュニケーションの不足をいかに解消していくのかといったことについて話し合いをさせていただきました世界のわからないこれからの時代においては一人一人がもっといい仕事をしていくために自分は何を大切にしたいのかそして仕事を通じて何を身につけていきたいのかそうしたことを通じて誰のためにどんな笑顔を 作り出していきたいのかこういうことを常に考えて行動していくことが重要になってくるのではないかなというふうに考えていますでしかしながら今のトヨタにはここが決定的に足りていないんだというふうに思います個々人が思いを持ってその思いを仲間と共有して助け合っていくことが当たり前になる職場を労使で力を合わせて作り上げていきたいというふうに考えております ここまで二度の労使協においては、あの社内の足場固めを中心に話し合いをさせていただきましたが、トヨタ以上にサプライチェーン全体でお支えいただいている各社の状況というのは、本当に厳しい状況であるというふうに伺っております。次回の第三回の労使協においては、トヨタ内はもちろんのこと、お支えいただいている産業の中身のためにも何ができるのかといったことも含めて、未来に向けた取り組みについての課題と、 そこに向けた具体的なアクションについて話し合いをさせていただければと考えております。